雑魚どもが。あれか、ついでだ、ぶっ壊してやるか。僕の宇宙船が、きちょう、どういうことだよ。よう。ベジータ、貴様、なんてことを。宇宙船を破壊しろなんて命令はしてないだろ。そのブサイクな間抜け面が魔人ブーか。貴様、よくもご飯を殺しやがったな。ご飯、ブサイク？なんだ？みっともない変な顔ってことだよ。ん？怒っちゃったもん！俺一人地獄にはいかん。貴様らみんな道連れにしてやる。ひぎぎぎ！行くぞ！許さん！絶対に許さんぞ！ゾクゾク！魔人ブーも許せんが、一番許せんのは貴様だ、バビディ。チャー！そんな。おしまい。
トランクス、ブルマを、ママを大切にしろよ。どういうこと、パパ。ママを大切にしろって。お前たちはどこか遠くへ避難していろ。魔人ブーとは俺一人で戦う。いやだ、俺たちも戦う。三人でやればきっと倒せるよ。トランクス、お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったな。え？抱かせてくれ。え？パパ。なんだよパパ、やめてよ、恥ずかしいよ。元気でな、トランクス。え？ガー！ああ！なんでトランクスくんを殴るんだよ！二人を連れてできるだけ遠くへ離れてくれ。頼んだぞ、ピッコロ。貴様、死ぬ気だな。一つだけ教えてくれ。俺が死んだら、あの世とやらでまたカカロットと会えるか。それは無理だ。お前は罪もない人々を殺しすぎた。死ねば肉体は無となり、魂も損とは違う世界に運ばれる。そうか、残念だ。もういい、行ってくれ。急いでな。こら、逃がさないぞ。待て、魔人ブー。そいつはこの俺を倒してからにするんだな。わかったか、この醜い風船野郎め。また悪口言ったな、弱虫のくせに。貴様の片付け方がわかったぜ、やっとな。おい、ベジータのやつどうするつもりなんだ。殺されちまうだろう。あいつは初めて自分以外の者のために戦おうとしているんだ。己の命を捨てて。貴様を倒すには二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすことだ。さらばだ、ブルー、トランクス、そしてを頼んだぞ。俺は結果を見てくる。ああ。そうか。少々のダメージを与えただけでは、魔人ブーは再生してしまう。そうさせないほど
バラバラにしたのか。己の身を犠牲にして。あいつに救われたか。バビディ、まだ生きてやがったか。とどめを刺してやる。なんてことだ。魔人ブーの破片が。魔人ブーは生きていた。ブー！おい、僕を回復しろ。さっさとしろ。封じ込められたいのか。はっはー！よし、いいぞ魔人ブー。あの緑色のやつと2匹のチビめ、絶対に許さんぞ。バビディ様と魔人ブーの恐ろしさを見せつけてやる。この星を地獄に変えてやれ魔人ブー。あいつらが現れるまでどいつもこいつも殺して殺して殺しまくれ。死んでない？魔人ブーが。そんな、ベジータは無駄死にだってのか。地上は危険だ。神の神殿にこの二人と仲間だけでも連れて行くぞ。希望の星はこの二人だけだ。わずかな希望だが。